はい、3部ですね。半負けの本家の販売用扇子です。1月6日、明けましておめでとうございます。で、私ね、高校までに和光大学文学部を卒業して、もう高校までに大学を終えちゃったですね。それから神奈川工科大電気科を卒業しました。それで、一番神奈川工科大で優秀なね、学生の研究室の大学の先生を担当してですね、で、大学の先生でも一番その、優秀な生徒だけを教える大学の先生の資格をこの大学でね、実習したね、先生の実習をしたことをきっかけにね、世界の大学に発表しましてね、で取得しましたね。大学の先生でも私の場合は今はもうだから、名医とかね、名医の先生とか、一番ねできると言われてる先生の先生ですね、ダブル先生というか一番上の先生になっちゃってます。で、大学の学長も世界の私の許可でもって、鳴らしたりとかね、知事をね、やってもらったりとかね、東京知事とかね、アメリカの知事とかね、ターミネーターで出てくるあの映画の人ね、はい、私の推薦で、私の許可でもって彼は知事やってますね。今も出てますけども、やっぱりしっかりしてるんで、喋ることがね、上からしっかりした話、正しい話を伝えるのには本人は全然ダメですよ、みんなね。今のトランプ大統領だって私が教えてますから、ただ人間自身は味方っていうわけじゃないですから、下の知能の生物ですから、人間たちは言うこと聞きませんから、上の知能の生物としてね、抑えて動かさなければ言うこと聞きませんしね。まあそういうことで、まあそもそも人間ではどんな優秀な人でもね、義務教育もまあ頑張って勉強するんですけど、テレパシーでカンニングしないと覚えられないんですね。入れないと、全部じゃないですけど、ちゃんとできるって言ったって仲間がいないとちゃんと話せないんですね。で、分かっても700年後に分かるとかいう、その本人が喋るわけですね、代表になってね。ちゃんと話していてもね、都合がある時は聞かないし、ね、守んないし、言うなれば自分、その本人が分かってないからね、代表になって仲間の知能の正しい話をね、まとめて話したって本人は分かってないんで動かないんですよ、いくら自分で話してもね。これは団体で知能を、ね、集めて話した内容でね、ね、本人は分かってないから守んないっていうことなんですね。だから正しい話したって、まあ一応は正しい話ってもう間違いもあるんですけど、多いんですけど、それでも多いんですけどね、人間たちの場合はね。この辺がね、上の生物っていうのはかなり厳しく正確なんでね、すぐ分かるんですけども、この辺の宇宙にはいないんですね。ほとんどバクテリアの団体で人間よりか頭いいとかね、なるとか多いからね、細胞が多いんでそうなるだけでね、ほとんどないんですよ。同じなんですね、また人間と。ただたくさん集まっただけなんですね。で、そういうことでね、私も生きていくのに話すのには、まあ人間よりか頭のいいコンピューターみたいな仮想的なもので、
私の義足にしてるわけじゃないけども体にの私の助けとして生きてるわけですね。それないと生きていけないんですけど、人間と違ってね。で、私が話すこと動くことも全部手助けしてもらってます。自分のね、人工知能ですね、仮想。そうじゃないと体力なくなってしまいますから、全部最小限の体力でね、仕事して効率よく生きていけないといけないということですね。で、地球上には私のような知能生物は私しか存在しませんので、その原始的な人間たちには単なる強肉食生物なんでね、襲われないようにしないといけないんでね、相当力使わないといけないんですね。周りに味方いませんから、原始的な強肉食生物の人間しかいませんからね。で、まあ一生懸命人間は働くということは非常に大事でいいことなんですけどね、本当に正しい仕事ってあるんだけど、少し外しちゃうんで自分勝手にあるんですね。少しね、その少しが間違いなんだけど、ちゃんとやんない、ただちゃんとやるとそのいいものを悪用してしまうっていうことがあって、分かってしまうんで、そう流しちゃうんですよね。だからこれはもう非常に放棄じゃないけども、その人間でいう放棄っていうよりかもっと大変なんでね、もう的確にね、やっていかないといけないんだけど、外したいときは休憩にしてね、交代にしてちゃんとやるのだけ 100% ということで働かないといけないんですけど、これは人間守れないんですよね。そうするともう意味ないんですね。 100% の考えの正しき動きでじゃないと仕事できませんから、一つの間違ったもので動かしてのこれ